ど真ん中のまっすぐですよね。まあまさかと思いましたけど失礼しましたね。送りバントなんてとんでもない話でしたね。打たれた直後の大瀬良、今夜は梶谷がやりました。2夜連続
気持ちのヘッドスライディング、そして勝負をかけたラミレス監督、梶谷が今抱き合いました。サードコーチの上田コーチも思い切って腕を回しました。決着した横浜スタジアム、4時間を超える熱戦、見事なサヨナラタイムリーになりました。見事でしたね、送りバントなんて言った私が申し訳なかったなと思いながら見てたんですが、でも今のバッティング、今 VTR で出ていますけれど、完全な自分の体勢で打ったヒットではなかったですね。まあ、まあそうですね、まあ、ですけどもやはりセカンドの頭を越えて、まあ、戸柱もよく走りましたし、はい、完全に体勢を崩しながら、しかし決して長打ではなくつなぐというそんな意識だったでしょうかね。少し引っ張りにも入ってますからね、やはりね、今夜は梶谷が見せました。本来は超攻撃的な2番として、そしてクリーンナップでも打てるという梶谷、その梶谷を信じて打たせたラミレス監督は万歳万歳という